まあ、デロンはペット飼ってるもんね。あ、よう知ってるやん。男10人ぐらいでしょ。だいぶ買いなそんな稼いでへんよ。ちょっと無理やな。紐全部紐、うん、男10人はきつい。さすがに男10きついな。何人までなりきる男よ2人ぐらい。よいや、リアルやな、なんか。よっ、いけんの。リアルやな、よやめて。人間一人買う金額な。ブランディングな。ブランディングやな。よっもいけんだ。よっもいけたら大したもんやわ。メイカちゃんのすごいところは、まあ、いい人っていうところだけじゃなくて、うん、なんかファンが始まったな、うん、ほらヘンディのほらいいとこ言わな。ヘンディは、うん、ヘンディはね、ここだけの話だよ、うん、ここだけの話ね、うん、本人は言わないんで、うん、キスがうまい。おーいおーいおまえゴムだ。そうか、そこがいいのか。まあ、もう30歳ともなるとそれはね、馬なるわな。赤塚、うん、ちゃんやろかな、それな、うん、すごいよ。すごいや、うん、すごい。おい、まあ、俺今すっごい葛藤してるわ。このノリのまま行ったらいいのか、みんなに真実を打ち明けるべきなのか。何真実とかなくない？別に、うん、ないなぁ、うん、なくない別に。ごめん、なんか言っちゃいけなかった。ねえ。まあまあまあ、やっぱりコツとかあるんすか、そのキスの。俺もうまくなりたいっす。メイカー。終わりでよかっただろ今。もう俺もやっぱ自分にストイックでありたい。やっぱ上手くなりたいからさ。もっと。でもそれだったらヘンディに教えてもらうのが一番かも。いや、そうやね。いいじゃん。コツあるよ、なんか。あいつの目をしっかり見て。唇をかわしてから。かわしてから。はい。抱きしめろ。なるほど。やっぱこのね、腕とか体の動きも大事なんだ。あ、そうなんだ、なるほどな。ねえ、なんかさ、4人でさ、遊べるやつ、いや、僕もう寝ます。え僕寝ますんで。一人で？なんでそういうことだよね。二人で？じゃあ、タコちゃん、じゃあさっき待っとくれ、俺と、ベッドで。嫌だ、今日は嫌。今日はやっぱ来るんじゃないか。うん。